アセアの子供たちはめげないトップ営業マンだって知ってる？はい、皆さんこんにちは、川端秀夫です。今日もやってきましたね。今日のテーマはなんと、ASEAN 諸国の貧しい子供たちがですね、自分の仕事に火をつけてくれました。そのテーマでね、ちょっとお話ししたいと思います。はいね、皆さんね、なんだこのタイトルはと思ったと思います。自分はですね、今毎月月の半分ぐらい、この1年半ほど ASEAN 諸国ですね、フィリピンやカンボジアやインドネシアとかね、まあ貧しい地域、インドも含めてね、行ってるんですけども、まあ、いろんな国に行くと、その子供たちが本当は教育受けなきゃいけない時間とか、本当は寝てなきゃいけない時間にですね、なんとね、車がたくさん4車線でたくさん走っているところで、交差点でね止まったり、あと渋滞で止まってると、必ずトン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 ってやってね、マネマネマネとか、あとね、首、あの、花を打ってきたりね、首飾りを打ってきたり、まあね、飴を打ってきたり、まあ、いろんなものをね、販売してくるんですね。それも、4歳ぐらいの子供から、なんとね、10歳、ね、11歳、5歳、7歳、8歳でね、たくさんの子供たちがね、います。それで、自分が一番衝撃受けたのは、セブ島に行ったんですね。セブ島何しに行ったかというと、それは英語の留学で、ちょっと英語を習いに行きました。一緒にですね、夜飲みに行ったんですね。そしたら、帰り、夜中の12時半ですよ。12時半に子供たちがたくさん行って、タクシーに乗った瞬間に、あ、子供が何かね、求めてるなと思って、半分開けたらね、ガツンとこうね、ドアのね、ガラスをこう握りしめて、タクシーが動いてね、時速30キロぐらいになっても、まだへばりついてるんですね。その恐怖っていうか、目がね、ものすごく怖くて、なんだろう、この必死さ。いいですか？1円、10円欲しいがために、命を張って車にしがみつくんですよ。今、日本の、若者たちや、いろんな人が成功したいとは言って、お金を稼いだお金を自己啓発やいろんなのにね、本とか、まあ、いろんなセミナーに出かけますよね。でも実際には言われたことをできない人が 99% っていうのを言い切ってもいいと思います。そのぐらいね、満足しちゃう。なぜならば、いいですか？家に帰れば冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ね、電子レンジ、すべてものがね、揃ってるんですよ。ね、すべて家もあったりとかしてて、だから、物質には満たされてるんで、精神的には成功したいと思っても、行動しないね、平和ボケした人は多い。逆に言うと、行動しなくても食べていけるような国だから平和と言ってもおかしくないと思います。ところが、自分はアジアに行くと、10円ですよね。50円。いいですか？本当にスラム街のところとか行くとゴミ拾いをして、1日50円のために朝から晩まで働いてる子供たちたくさんいます。そういう子供たちを見ると、よし、俺はその子供たちや貧しい地域を必ず自分の手で稼いだお金で救いたい。教育を与えたい。そういうことさせたくなく、そして教育を与えてその国を立派にしたい。そしていろんな人をね、助けていくんだっていうね。そのためには仕事で稼ぐ、仕事で実践して、ね、実績をね、作り、ね、多くの成果を出して、いろんな人を救うってことをね、誓うんですね。ぜひね、いいですか？皆さんは今幸せだってことをね、噛み締めてください。あなたは絶対に今幸せです。今ね、自分を承認して、周りを承認して、もっと幸せになってください。以上です。本日はね、ありがとうございました。では、いつもの、See you!ゴールに向けて、一番優先順位を決めて必ず達成することだけをやり続ける。これがね、
継続は力なり、継続は成功のもとになります。ぜひね、皆さんね、一緒にね、今自分の人生を足りないものがあったら成功するために挑戦し、チャレンジしていきましょう。本日はね、ありがとうございました。ではね、またいつもの See you!